次の日、ささやくおもちゃの家。はい、というわけで、どうも、橋本環奈です。というわけで、今回はですね、次の日のささやくおもちゃの家っていうね、最新版が出たんで、ちょっと今回はね、やっていきたいんですけども、僕ね、この世で一番苦手なものが、ピエロ。次に、深夜のおもちゃ。マジで無理やね。おもちゃとかそういうのが動くとかさ。で、まあ、この感じさ、人形とかさ、おもちゃが動くっていう、そんなタイプかなと思ってるけども、まだ、ここでは確定してないよ、ホラーゲームってことが。ホラーゲームってことが確定してないんで、まあ、これからやってって、ホラーゲームかどうかを確かめようじゃないかと。まあ、多分ね、ホラーゲームじゃないよね。その可能性を信じて、はい、ホラーゲームでーす。皆さん、どうも、ゆっくりしてってください。とても怖いお話が始まるよ。苦手な子は、大人と一緒に見ようね。あ、なんだ、そんな考慮、今までせえへんかったのに。とても怖い、わー血がいっぱいやな。まあでもあれをチーやと思わんかったらいいね。トマトケチャップやろきっと。うん、トマトケチャップが噴出しちゃったみたいな。誰かがトマトケチャップを踏んじゃってみたいな。トイハウスね。なんかすげえな。なんか変わったな。すげえなんか作り込まれてんな今回。楽しい楽しいおもちゃの家へようこそ。家の中に入ったら奥に進もう。たくさんのおもちゃとの出会いが待ってるよ。多分これはみんなにとってはこの英語しか書かれてないと思うけども、僕的にはね全部読めんですよね。本当に英語得意なんで全然帰国子女なんで、どうもゆっくりしてください。ハロハロ。はい、やっていきましょうか。トイハウスってことはだからおもちゃの家みたいな、まあそのまんまですよね。あー怖いのがおるもん、もうほらー、もうこういうのいっちゃにやて、誰やねん本当に。こんなん買ってる女の子僕絶対嫌や、マジで。家に入った時にこれが玄関におった時やで。お前どうかん、どんな神経してるポケ。まあでもこれが好きな人がいるからなんとも言えんよね。じゃあ今の何やったんって話だけど、あれ真っ暗。いや、お前の顔面が真っ暗やねんって。うわーちょっと待って、怖い。あー動かなあかんのか。本当に怖いやけど、さ、今日さ、メガネかけてないからさ、いつもよりもね、近くで喋らないといけないよ。マジしんどい。うわぁしんどい。お前、ちょっと待って、動いたら絶対降りて。待って、怖い、本当の、あぁ、お、うわ、もうこの BGM 一番苦手マジで。オルゴール系ってさ、自分が好きな曲を流すならいいよ。でもね、こういう知らん曲を流すの、一番怖く感じるのよ、こんなところで。しかも暗いし。わあ、お人形がいっぱい。喜ぶな、アホ。アホー。あー、怖い。そろそろなんか、動いてきそうじゃない？え、何？わあ、可愛い女の子だね。誰か喋ってんもん。ねえ。これは私の耳にしか聞こえない声なんか？わからんけどもね。うわあ、今日待って、ホラー体制ない日かもしれん。もしかしたらワンちゃん。なんかめちゃくちゃ怖く感じてしまう。あの人形とか絶対動き出すもん。きっと赤い色の人形。あ、待って今さ、こっちを見に行かった、あの人形。わからん。ちょっと待って。メガネかけてないから全然ちゃんと見えてないけど。ようこそ、おもちゃの天国へ。いやあ、おもちゃの天国とか言うなって殺されそうな気がするやんけ、そんなんされたら。あー怖い。あー怖い。待って、なんか先が長いな。結構広い家だな。なんだこの家は。もう、お前らさ、老けてるやつがおる。おばあちゃんの人形がおる。待って、マジで怖い。マジで怖い。ゆりかごか。あー、お外暗くなってきちゃった。なんで暗い時に行ってんねん、お前。朝昼に行けばよかったやろがい。なんで夕方に行ってんねん。もうそんな雰囲気、一番あかんやんけ、お前。こんなおもちゃの部屋に、夜行く？バカかよ。でもお人形もっと見たいな。バカ！もう帰れよ、お前。営業時間とっくに過ぎてるかもしれんやんけ。うわー、ほら、もうおかしいもん。変な人形がいる。そのまま奥へ来て。あーマジで怖い、マジで怖い。なんでそんなマスクいっぱい、うわーうわー、マジで怖い、マジ怖ー。あんな一番かよ。扉の奥へ来てごらん。扉の奥ってどっちの方、どっちの方の高校生ちょぱちゃん。あーにもにもにもにくじゅぼんちゃん。あーにちょぱちゃん。あーにちょぱちゃん。あーにちょぱちゃん。あーこれかー、扉の奥って。待って、ほんとにやばい。おいちょぱちゃん、おいちょぱちゃん。開いたって、待って、外側に誰かいる。クリステル、略して外側クリステル。マジで酸素がない。今起きて撮ってんのよこれ。頭悪いんちゃう本当に。起きた時のテンションじゃないもん。え、さあさあ、カモン、
カモン。ああ、何どうした、何何何、え、帰るんか。ああ帰った。まあそりゃ怖いもんな。やっと帰ったか。よう気づいた。今気づくんかって感じやで。もうこの声が聞こえてる時点で帰れって、ほんとに。明日もおいでって来るわけないやろうが、お前こんな怖い体験してやで。来たらこの子はアホだ。ほんとに。あ、次の日。なんか可愛らしくなったな、次の日って。うわあ、もう、次動き出すっていう暗示じゃないですか、これ完全に。もう死んだ。絶対あの子死んだ。あ、びっくりした。顔面変わってんかと思った、今一瞬。服変わってる、この子。今日も来ちゃった、バカなん？やっぱこの子バカです、ほんとに。誰か助けてあげて、この子に勉強教えたって。多分評価1とかになっちゃうから、ほんとに。やめとけって、マジで。マジでやめとけ。あ、だからこの子多分な、英語がわからんねん。英語がわからんから多分な、ささやいても、何言うてんねんこいつってしか思わへんねん、きっと。きっとそういうことやと思うねん。ああ怖い、もう、暗くなんのが一番怖いんやけど、ほんとに。あのさ、そう、前回の次の日に、あのね、叫び方嘘っぽいって書いたやつ、マジお前死ね、ほんとに。お前こっち真剣にやっとんじゃん、ボケ。ほんとによ。めちゃくちゃ怖いからね。お人形もっと見てみたいけど。マジやってみ？マジやってみ？こうなるから、あの扉の奥にもっとあるのかな？絶対な、これってな、わしの実況やからこそみんなね、普通に見れんのよ。この人が叫んでくれるからって思ってるから。もうね、そこがね、イライラするよ、ほんとに。腹立たしいわ、お前ら、ほんとによ。一遍体験してみろ、この梅雨の日を。ほんと怖いからな！あー、怖っ！絶対こいつ、ギョロって見るって、ギョロって見るってきっと、ほらー！見た？みんなー。もし見れてないのなら僕の目がおかしい。もう進め。本当にもう無理。ああ、怖い。メガネで遠くから見たいんだ。ほんまに怖い。じゃあ！しんどい。本当にしんどい。もう僕と同じポーズしてる。この子。私と同じポーズしてる。そんなタイミングよく鳴らすな！誰や！仕込んだやつ！出てこいや、マジで。こういうおもちゃ屋さんってさ、だいたいおじいちゃんかおばあちゃんよな。あ死んだ。ほんまに死んだ。マジで、うわ、もうあの、あ、おばあちゃん、うわー、おるー。なんか見てる、私のこと。マジで怖い。マジで怖い。これパリーンとかなれへん。パリーンとかなれへん。なんつった、うえーつった、うえーつったよな、今。うえー、ほんまに怖い。マジで、いつか絶対割れる、この窓。君はお人形が大好きなんだね。大好きなわけないやろがい。まあ、大好きやからこそここに来てるんだろうけどもね、この女の子は、ほんとに。だっておらんくなってねん、もう。だっておらんくなってねん、もう。もう、こいつとか一番進みたくない。僕たちも君が大好きだよ。なんやねん、お前よ。両思いにしてんじゃねえよ、勝手によ。片思いや、お前の片思いでしかないんや、ボケ。たくさんの友達が待ってるよ。いやーだ。行きたーくない。帰りーたい。うわあ！手が出てるって！手が出てるって！さあ、入っておいで。お前絶対行くなよ。これで行った時はもうお前知らん。僕今までお前のこと可愛いと思って、助けてたけども、行くなってとか言って、トドを止めてたけども、もうこれに手掴んだらもう知らん。お前はどうにでもなれ。わしは逃げる。この実況から。ナイス素晴らしい、お前できる子だ。ほら、なんか落ちてるし、意味わからんし、ほんとに。今絶対手挟まったって、こいつ。明日も待ってるよ。オーケー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 。いや、もう帰ったやったら、もう来へんやろ、さすがに。あんな手出た瞬間に帰るやろ、さすがにさ。うわー言うて。帰るって。次、緑の服で来ると思うねんな。もう来るって言っちゃってんもん。この女の子の行動わかるもん、すべて。また増えてるし、変なやつ。さっきまで半分くらいあったコーラがさ、もう全部なくなってんだけど、やばいって。どんだけ乗ってんねんって、ほんとに僕。雨降ってきちゃった。もうさー、最初のこの子の顔も怖いし。うわー照らされたーんご。やばいやばいやばい、マジで怖い。マジで怖い。あーマジで怖い。ほんと、イェーイ、ここで光って、あ、よかったよかったよかった。まあ光るならまだね、光るならまだね、いいよ。うん、お店の人、あの扉の奥にいるのかな。バカな、
お店の人がさ、人形をさこうやってやってさ、なんか手だけ出してさ遊ぼうよみたいな。まあ確かにしそうやな。ちょっと狂ってるかもしれんからな、お店、このおもちゃのお店やってる人。それは言い過ぎました。ゆっくりしてってください。お店の人、おもちゃのお店の店員さんのために今僕実況してますから。いやー見たーこいつ、もういや帰りたい。お家に連絡しなくちゃ。お家に連絡なんでする前にお家に帰れよバカ。これさ、お子さん一人で生かすもんじゃないからマジで。多分ね、この子は帰ったらお母さんかお父さんに多分ねつぶやいてると思うね。あのおもちゃ屋さんに行って、あそこのおもちゃ屋さんちょっと一緒に行かないとか言って、で、まあ、また今度ねっつって。この子が聞いてないだけや。それならもうアホー、赤ずきんちゃんおったわこいつ。絶対落ちてくるで、わかる、もうすべてわかる。お前は絶対落ちるはずや、知ってるから。うわー、逆に上に行くタイプ、上参りまーすするタイプ、知らん。こいつも動く、きっときっと動く、きっと動く。見た見た、気のせいじゃないなら多分こいつ見た、私のこと見た。でポッポー言う、ポッポー、はい来た。これは分かってますよお前、本当にはそんな作編戦には乗らんねんだよ本当に。さあ、え、ちょっと待って、エコーかかってなかった今、分からへんけど、こいつも上に行く。はい分かってます。もうさすがにな、さすがにな、お前は上に行くと思ってた。同じパターンしかせえへんねんな本当に、雑魚がよ本当によ。人形にマウント取っていくスタイル、ギャー。電気が消えた。もうこのおばあちゃんのところ一番怖い。このおばあちゃんのところ一番怖い。ギャイーン。なんか喜んでんですけど。この子雨の日好きなんかな。雷好きなんかな。わからへん。珍しい子ですね。だいたい雷って怖くなると思うんですけども。結構叫ぶと思うんですけども。本当にわからないですけど。え、怖がらないで。いや怖がるに決まってるやろお前。こんなん。いやーい。笑ってる。すっごい笑ってる。こいつ落ちるんじゃん。どこ行ってもいたー。そっちが落ちるんかーい。手前のやつじゃないんかよ、ほんのに。あー、赤ずきんちゃん、こっち向いたりせえへんかな。勇気を出して、勇気を出してとか。もうさ、すっごい寝てる。すっごいぐっすり。これは起こしちゃいけないから帰りましょう。物音立てたら起こしちゃうから、この子、ほんとに。勇気を出して、勇気を出して、起きてるやんけ。寝起きの顔は怖い。うわ、だいぶ開いたって。え？さあ、開いて、待って歓迎されてる。入っていいの？かーも、この子、英語聞けるタイプやった。実は。マジで怖い。もう本当にスタミナ持たへん。スタミナ持たへんってこれマジで。しんどい。いやー入りたくない。入りたくないけど。いやーお呼ばれしちゃってる。お呼ばれしちゃってるからには。もうこれは、行くしかないべ。行くしかないべ。うわーこれ一番怖いって。いい、待って、カーテンしかないし、カーテンもなくなったし、どこに居るか分からない。ん？なにこれ？あ、かい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 、マジ怖い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 。うわぁ、びっくりした、お前かい。鏡かよ、普通に。ま、真横にあったら鏡、絶対これどっかにさ、あー、絶対どっかに人形かなんか出てるって、何人形かなんか出てる、また、おに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 。あー、ここ鏡映ってない。なんで？なんで映ってない？遊園地だ！あー、確かに。これは魅力的。この演出は魅力的。確かに、イチコロ。はぁ、終わってくれー。マジでもう、そろそろ終わってくれ。鏡あったわ、普通に。なんか人形乗ってるから、もうマジで怖い。これ人形のための観覧車みたいな。お前なんでおんねん。お前なんでおんねんって、ほんのに。何楽しんでんねんって、おかしいやろ。わしが乗るもんやで、それ。に、人様が乗るもんやで。で、お人形様が乗るもんじゃないねんって、ほんのに。間違えてるからね。お前なんでまた来てん。なんでお前もまた来てん、ほんのに。さっき見たメンツがいっぱいやな、ほんのに。ここはおもちゃの天国だ。絶対さっき見たやつやで。おばあちゃんすっごい。おばあちゃん一番ハイテンション。次の日ってね、この子登場するのも怖いと思ってんね。もう鏡近い。うわー、なんや今の。鏡がどっかなんか変なことになってるね、これ。楽しいな。楽しくないだろ、別に。歩いてるだけやんけ、お前。雰囲気楽しかったら実際自分も楽しくなるみたいな。イルミネーション効果みたいなやつね。わかるわかる。それは確かにあるかもしれん。次の日来い。うわ、まだ次の日やんけ。今回長いってマジで。ちょっと一旦休憩した。また増えてる、お子さん。近くに来てる。え？もう一番嫌や、マジで。もう警察のこうピーポー音、
ピーポン一番や。ちょっと一回休憩させてマジで。よし、結構だいぶ休憩したんで、まあいけるでしょう。やっていきましょう。はい、てん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 。あー、またいいね、光が鳴ってますけども。あ、しゃがんでたんや、この子。結構身長低いなと思ってたらしゃがんでたんですね。お家に帰らなくちゃ。お家に帰るならば帰れよ。あ、なんで戻られへんねんって。おかしくない？お家に帰らなきゃって言ってんのと反してるで、やってること。本当にこいつバカな。紫色になる。うわー、めっちゃ一番怖い顔、今までで一番怖い顔。怖い顔してって言ったら多分ね、この子が1位やと思う。本当に1… うわっ、いやいや、なんか笑っとんですけど。何笑ってんですか。あっかんって、マジでイヤホン外した。どっか行ってんねんけど。どこ行ったんですか。待って、オルゴールの音楽が全然違う。今回豪華やねんけど。オルゴールだけじゃなくてオーケストラ連れてきてない？わあ、お人形がいっぱい。お前一回見たやろうが。なんでお前そんな食券みたいな反応してねん。実況者かよ。ウィーヘアーオーエイ。今日も一緒に遊ぼう。ほんとに、もう実況者ではよくあるからね、食券のふりしてやるってやつ。ほんま、やめとけ、マジで。今日も一緒に遊ぼうかい。ほら、行くよ。ほら、なんか来いよ。なんか来い、もう来いよ。来るなら来い、来るなら来てくれ。いや、やっぱり来るな。ガーン。ハトポッポどこ行ってん。ハトポッポの音の方がでかかった。じゃあハトポッポおったわ、よかった。安心感ある。すっごい安心感あったわ今。すっごいハトポッポの安心感あったわ。もう人形が増えすぎ、人形が増えすぎ。なあ、おばあちゃん、ついに浮遊まで、浮遊能力まで習得したのかい。何してんの。うふふ、誰が言うてんこれ。うわ、また遊園地が見つかった今。遊園地のそのさ、シルエットがすごかった今。てか遊園地そっち側にあったんやね。僕扉の向こう側って言ってたから、このまま真っすぐ行ったら遊園地がつくんかと思ってたわ。窓から見える距離なんやね。なるほどね。にゃんかさ、あいつ絶対あれやん、さっきおったやつやん。あの、あそこ絵画の前におったやつやろ、パパやママが心配するよ。じゃあ帰らせろよボケ。ほんとに絶対こいつこっち向くって、わかる、そんな気がする。あー、向かんのかぎゃん。そっち向かんねやな。僕全部間違ってんねんけど、さっきから予想全部間違えてる。すっごいね、ここまで間違える人珍しいんじゃない。ほんとにあれみたい、ムンクの叫びみたいなさ、ムン、なんかモナリザがハゲたみたいな絵画やなこれ。帰らなくていいのかい。なあ、なんか帰らなくていいのかいって言うぐらいならさ、帰らせてくれよ、もっと遊びたいな。ああ、開くなよバカ。帰りたいなってなんか言ってたんかった今。なんか矛盾してないこいつ、何言うてん本当に。さっきから頭おかしいんちゃうかなって僕めっちゃ思うんやけど。これさ、通ってる間に切り刻まれて、次出てきた頃には足しかないとかやめてな。僕一番そういうの苦手やで本当に。ここが一番怖いね僕。なんか見えるもん、人形ついてきてるやん、人形連れてきてるやん、なんか背後霊みたいなの出てきてるやん。マジでしんどいって、長いんやって。これさ、出てきた瞬間になんかおるとかない？結構おりそうな気がする。首座ってないとかなんかありそうじゃない？今度どんどんありそうな気がする、マジで。今日もいっぱい遊ぼう。バカなんこいつ、帰ろうとか言ってたの何やったん。全然喜んでないやん、見て鏡の方全然喜んでないから。もう寂しそうな顔してるもん寂しそうな表情しても、あっかん、マジで怖い。この風船の色とか濁りすぎやろバカな。人形おったって鏡に。今どっか行ったけどさ、なんなあいつ、隠れもしてんの。ずっとここにいていいんだよ。なあ、顔が一番気持ち悪い、気持ち悪い顔してっつったら一番。あいつ変顔得意かよ本当に。さっきからずっとここにいていいんだよ。うん、女の子にさ変顔してとか言って、待って、人形の顔がどっか連れて行かれてる。うわー、なくなってるやん、あいつの表情、あいつの顔がどっか やらせられたんや。ほんとに首だけ取られたんや。君がお友達になってくれて嬉しいよ。いや、あのさ、女の子にさ変顔してっつったら、あいつ一番やと思うね。ほんとにあの子の変顔が多分一番面白いと思う。ほんとにあっかなあ、お前おばあちゃん、おばあちゃん顔でかくなってる、おばあちゃん。うわー、やる、ほんまにやめてほしい。ホラーゲーム一番苦手なの知ってるやろ。
お前さ、いい感じにビビらせてくんなよ。ついてきてる、人形ちゃん。人形ちゃん、僕には見えないのに鏡の中には夜んやけど、ほんのに全然喜んでないからね。まだ鏡の方は全然喜んでないからね。あのパフォーマンス全然受けてないからね。もうやめた方がいいと思う。一番パフォーマンスでやったあかんことやと思う。あれは子供たちを喜ばすためにそういうさパフォーマンスとかするのにさ、あんな全然喜んでないからね。ほんのに鏡の方見てみ。にゃー、もう本当に怖い。次の日来い。来たー。こんなに嬉しいことはない。なんかすっごい黒目になってんねんけど。あ、あ、なに、なに、なに、ジャーン。怖っ。うわー、近づいてくんな、拡大してくんなって。あが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 が、拡大してくんなって、マジで。うわーってもう顔がもううわーって言うてたのも、あれ絶対文字でうわーって出てるって多分。本当にあの顔はもうどうした、寝不足なんけ、もしかして。ワンチャンさ、遊びすぎて、あそこで遊びすぎてみたいなことない？ワンチャンありそうな気がする。もうそんな赤くなることある？あれおばあちゃんじゃない？おばあちゃんやって絶対。うわ、狂って、うわ、いや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 、赤が怖い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 、マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い。さっきさ、休憩中にさ、僕メガネ探してさ、あの後ろから見ようと思ってたんやけど、全然見つからなかったよ。ほんとにメガネどこ行ったよな、僕のメガネ。ほんとにそんなメガネ実況、これもしかしてワンチャン操られたんご。操られたんごなんですか？マジで怖い。あかんって、これさ、首持ってかれるんじゃない？そろそろめー。首持ってかれ、ずっとついてきてるこいつ。来んなや。帰らなくていいのかい？帰りたいに決まってるやろ。お前がやってんの知ってかな？怒ったかな？許さないかな？橋本かな？死にそう、今。あー、どっか行ってるやん、首。くべーちゃぱちゃん、もう、首乗ったり食べる。なんでお前、こっち来てんねん。スライド好き？スライド好き？もしかして、床が動くタイプのやつ？床が動くタイプに乗ってるやつ？あの、エスカレートとは別でさ、あの、床が動いてて、結構楽しいやつよな。子供たち結構あれ好きよな、ほんとに。エスカレーターよりも、ああいう、スライド好きなやつが一番好きなタイプのやつよな。もう全然僕、この話に集中しすぎてて、全然ビビらんくなったわ、急に。急に全然ビビらんくなった。いや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 。忘れた頃にやってくる。その、取れてくるの！もう、ビビらせすぎやろ、マジで！なんなん、このパフォーマンス！どんだけ出てくるの、ほんとに。お化け屋敷っていう、書いといて、先に。それなら。それならばさ、入らんと思うわ、この子も。この子多分、え？首持ってかれてる。え、この状態で動けんの、すごくない？お前、これどういう原理で動かしてんの、ほんとに。ずっとここで暮らすのかい？暮らしたくないんです。暮らしたくないのは分かってるやろ、お前が一番。もうどんだけビビらせてくんねんて。めっちゃくちゃパリンパリン、ポリンポリン言うんや。ポリンポリンとはなってないから、何それ。その効果音初めてつけた、僕今。あー、もう来ないでほしい、もう来ないでほしい。それなら扉の奥に来てる。のー、お前さ、カラコンすっごいした？カラコン一日中つけた？多分充血してんで。そのせいで充血してるんやと思う。お前は、ほんとに。もう早速ね、カラコンを外した状態に、おっとけばよく、お前、やっとこっち向いたやん。ああ。いや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 、もう、終わりかと思うやんけ。どんだけビビらしてくんねん。お前も待って、ドワー！一番怖い。モナリザ。ハゲタモナリザ一番怖かった。まだ乗ってた、スライド式のやつ。結構速いスライド式のやつ乗ってたよね。エスカレーターじゃなくてさ、あのスライド式のやつ、子供たちが喜ぶやつな。はい、わかったわかったわかった。もういいもういいもういい。もうビビらすのはもうコリゴリだよ、ほんとに。もう絶対ここでもなんかあるから。絶対ここでもなんか、うわーい、カーテン開いてくるんじゃん、次。カーテン開いて、バーンみたいな。めちゃくちゃ人形ありますせーみたいな。絶対来るって。ピエロとかそろそろ来そうじゃない？ピエロとか来るんかな？いやでもワンちゃん今まで登場してたやつがいっぱい来たから、さすがにおらんのかな。鏡にしかおらんと思ったらそんなこともなかったわ。今鏡では あれよね、歩いてたよね今。うふふ、もうこの子も狂い始めてんねんで。次の日でな、怖いところはね、この子も狂い始めてんのが一番怖いねん。鏡でも喜んでんもん。鏡のやつは正気やったやん。どこ行ってんそいつ。まあ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこの暗いの。またー！
やばい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 、マジでさ、このさ、ほら馬とかさ、どっか行ってるやん。馬に乗ってたやつどこ行った？スライド式まだ乗ってんかな。スライド式の方が楽しかったやろな、きっと。きっとスライド式の方が楽しかったやと思うね。馬のよりも多分スライド式の方が楽しかったと思う。確かにメリーゴーランドよりかはスライド式のエスカレーターみたいなやつ、そっちの方が楽しいもん実際。わかるわかる。あれでさ、戻ったりしてさ、あの人がおらん時とはも戻ったりしてさ、ヘルプって書いてるな、これヘルプって書いてるやん。遠目で見たらヘルプって書いてたわ。遠目で見んくてもヘルプって書いてるんやけど、けどさ、めちゃくちゃ怖いんやけど、永遠にこう、もう僕さ、文字とか読めてないもん。みんな読んでな、下の文字。僕さ、マジでそこ見られへん、マジで怖すぎて。一番怖いって、お前のおたけびそれ、もしかして。なんだこの文字は。キルって書いてる、キルって書いてるから、ほんとに喉がマジでうんってなっちゃうんやけど、ほんとにうんってなっちゃうから、マジで。ああもう、てか腕どこ行ってん、お前よう見たら腕どこ行ってんって。ほんとにあれ自分の家ちゃう、ワンちゃん、ワンちゃん自分の家あるってきっと。みー、私ずっとここにいたいな。バカ、絶対いたあかんから、こんなところに。絶対いたあかんから、ほんとに。縁取りされてる、これ。おもちゃと一緒に遊ぶの。もうしんどい。ああ、酸欠。とっても素敵な場所よ。バカ、もうね、こんなところが素敵な場所なわけないや。お前、切るって書いてたやぞ。切るって書かれてたやぞ、ほんとに。もう帰らない、永遠に。あー、これで家族との縁も断ち切るみたいなね。切るみたいなね。はい。うわー、ごめんなさい、すいません、ふざけました。終われ、終わってくれ、終わってくれ。ナウローディングとかされてる。ナウローディングとか今までなかったやん。なんでそんなおしゃれにナウローディングとか書くなって。文字に書かれてんのおかしくない？一番怖い、一番怖い、一番怖い、一番怖い。怖い。この今まで見た風景見せられるの一番怖いけど。なんかおる、あれ。え、家あるやん、家あるやん。あれ、家どこ、ちょっと待って。少女とかさ、どっかにさ、連れてかれてんじゃん、ワンちゃん。ワンちゃん連れてかれてるって。これな、すぐないの怖いところってな、これ終わるかと思いきやな、最後ビビらせてくるところやねん。だからな、僕多分来ると思うねんな。めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖いけど来ると思う。これさ、エンディング流れてるやん。エンディング飛ばす。マジ怖い、マジ怖い、ほんとに怖い。あっつい。さっきまで暖房つけてたからや、多分暖房つけてたのだと。このホラーゲームの実況したから、一番怖いわ。次の日で団地で怖い、団地で怖いわ、これ。マジで一番怖い。本当にみんなやらん方がいいと思う、きっと。これ実況者で見た方がいいと思うで。多分それが無難、一番。マジで怖いから。本当にやめといた方がいいと思う。もう僕無理やもん、これ。一番怖い。もうエンディング早終わってくれ。早く。どこで終わりなんかかからへん。どこで終わりなんかかからへん。エンディングで一番うるさいんちゃう、わし。わし、エンディングで一番うるさいと思うわ。この実況者の中で。うん、今までの時期、おるよ。あれ、お前なんで今までいたみたいにやってんの。お前新規やん、新規の顔してないって。今までいましたよみたいな顔してるって。えー、え、暗くなってる、単色化されてる、これ色素取られてる、コードを変換させた、もしかして。ワンちゃん待って、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんのこれ、あれな、あれ、あれな、エンター。あー、トイハウスか、これ。ワンちゃん乗ってたの。次は君の番だよ。くきそう。エント、エント押させて。ヘンク、ヘンク、進めて、進めて。え、何これ。ああ、笑ってる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 。まだやんけ、おるやんけ、やっぱり。もう来ると思ったわ。もうないと思ってたけど来ると思った。ないと思ったけども来ると思った。ないと思ったけど来ると思った。はぁ、マジでしんどい。死んでまうって、これ。僕に30分間もこのゲームやらすなよ。待って、え、変わってるって。オープニング変わってるって。え、この状態でやったらどうなる。はい、というわけで
わけでね、無事次の日ささやくおもちゃの家をクリアすることができました。もうマジで僕次の日ってさ、ワンチャンさ僕が苦手すぎるホラーゲームなのかもしれない。ワンチャン喉がもう意外やもん。これ実況一発目やで、言うとくけど実況一発目で朝起きてすぐやで。頭おかしいやろ。しかもこれ編集して今日あげるし。あー疲れた。で多分ねきっとこれも番外編としてさ、ワンチャンねどっかに隠しエンディングみたいなのがあると思うねんな。だからそれもまあやるかもしれんし、やらないかもしれん。まあやらない方やと思っといて。みんなもおもちゃはおもちゃには気をつけるんだぞ。なんなんこの終わり方。Don't accept it.